けど、今の私のレベルじゃ迷宮湖なんてとてもいけないよね。こんなことなら何か生産系のスキルも取っとけばよかったな。戦闘しなくても経験値稼げたのに。どうだい？ピクルスとかチーズとか発酵食品が多いですね。あ、これなんていいかも。リンゴのシロップ漬け、甘くて美味しそう。あっ。
りもできるかも。知らないからちょっと片付けておこうと。ああ
じゃなくて、お店が散らかっていたらお客さんへの印象も悪いでしょ。そういうわけだから、キリトにも掃除を手伝ってもらおうかな。そうね、とりあえず武器の中であまり質が良くないものを集めてくれる？全部練習用に居直そうと思うの。
りパラメーターが微妙ね。前のクオリティに戻るまでまだまだ先は長そう。次も頼むわね。